みなさん、こんにちは。まわりさんを読む。今日は。六回目です。今日も表現さんと一緒に。読んで。話をしていきます。では、表現さん、こんにちは。こんにちは。はーい。では、前回の復習から。しましょう。はい。 前回は。えっ、ー、と、この洋子さんが。りょうさんの。どこを。引っ張った、引っ張った。という話をしましたか。洋子さんは、りょうさんの。腕を。引っ張りました。はい。あ、でも。たくさん話したのは。その腕の話じゃなくて。この。 りょうさんの部下の話ですね私も今日は同じメガネをかけてますが <laughs> この見えますかねちょっとぼやけてる、うん、このりょうさんの上司部下どっちですかりょうさんの部下ですりょうん、さんの部下ですねこのりょうさんの部下の 名前は何、何宮本ジャスティン・ミヤモトそうですね、ジャスティン・ミヤモトさんですジャスティンさんは23歳ですよね23歳なんですけど、どう見えますか老けて見えますそうですね、<laughs> うん ちょっとジャスティンさんに老けて見えますねとかは言えないけど私たちが見てジャスティンさんはちょっと老けて見えますね23歳には見えませんね40歳ぐらい見えますん何歳ぐらいに見えますか40歳ぐらいに見えますそうですね 二十三歳には見えませんね。四十歳ぐらいに見えますね。で、洋子さんは。老けて見えますか。若く見えますか。洋子さんは若く見えます。うん。とっても若く見えます。うん。でも。本当は。 何歳でしたっけ。本当は八十三歳です。ですそうですね。おばあさんです。そうですね。おばあさんです。八十代前半ですから。おばあさんですよね。八十代後半でも、前半でも、もう八十代はおばあさんです。りょうさんは。りょうさんは。 何歳でしたっけ？何歳ですか？リオさんは三十歳ですけど、ちょっと若く見えます。そうですね。何歳ぐらいに見えますか？二十代の後半ですか？二十代の前半ですか？二十代の二十代の前半に見えます。うん。そう、二十代の前半。 21歳とか22歳23歳24歳20代の前半ぐらいの年に見えますこの2人は若く見えますねこの人は老けて見えますちょっと老けて見えますはい それでりょうさんは部下のジャスティン宮本さんに行ってきますと言いましたでえっとヨーコさんはジャスティンさんに行ってきますと言いましたかヨーコさんはジャスティンさんに何も言いませんでしたうんヨーコさんは何をしましたか ヨコさんはリオさんの腕を引っ張りました。どうしてヨコさんはリオさんの腕を引っ張りましたかヨコさんはリオさんに一緒に来てほしかったから、リオさんの腕を引っ張りました。うん、そうですね。 一緒に来て欲しかったからりょうさんの腕を引っ張りましたじゃあ次のページに行きましょうはいこれが次のページですようこさんは歩いていますか走っていますかようこさんは走っています走っていますはい りょうさんも走ってますか。ちょっと変な感じですけど、<laughs> 走っています <laughs>。<laughs> はい、ちょっとね、大げさに書いてますね。<laughs> えっと、二人は走ってますね。うん。洋子さんが、りょうさん。ちょっと、おまわりさん、来てください。早く早く。行って,行って,行って行きます。<laughs> なんだなんだ。なんだなんだって。りょうさんは。ようこさんについていきました。ついていきました。はい。りょうさんは。ようこさんについていきました。おまわりさん。私についてきてください。早く早く。ついてきて。こっちこっち。こっちです。 わかりました。ついていきまーす。ライオン、鶏。イマちゃん、ついてきてー。わかったー。ライオンについていったのは誰ですか？ <laughs> ライオンについていったのはにわちゃんです。あ、そうですね、このにわとりの名前をに、ね、わちゃんって言うんですけど、にわちゃんですね。ライオンについていったのはにわとりですね。にわとりはおまわりさんについていきましたかいいえ、にわとりはライオンについていきました。うん。 ライオンはおまわりさんじゃないですか。ライオンはサラリーマンです。じゃあ、鶏はおまわりさんについていきましたか?。サラリーマンについていきましたか?。鶏はサラリーマンについていきました。鶏はサラリーマンについていきました。鶏と。 サラリーマンはどこに行きましたかニとサラリーマンはジャスティン・ビーバーのコンサートに行きましたああ、ジャスティン・ビーバーのコンサート行きたいなでもチケットがないしな <laughs> 私チケット持ってますえ本当ですかはい 私についてきてわかりましたついていきます大丈夫ニワトリさん大丈夫本当にこの人はチケットを持っているの大丈夫かな <laughs> サラリーマン知り合いサラリーマンですか知り合いじゃない知らないサラリーマン 私チケット持ってます。ほほほ。ええー、本当ですか。はい。私についてきてください。はい、ついていきます。危ない。ちゃん。ちょっと危ないよね <laughs>、うん。知らない人についていってはいけません。はい、サラリーマンについていきましたか。いえ、りょうさんは。 若く見えるおばあさんについていきました。そうですね。若く見えるけど、本当は八十三歳の魔女みたいなおばあさんについていきました。りょうさんは、知らない人についていきましたかはい。りょうさんは、知らない人についていきました。 はい知らない人についていきましたおまわりさん来てください早く早くついてきてくださいはい分かりましたりょうさんねりょうさんはようこさんについていきましたりょうさんはようこさんの 後に。ついていきました。これも。大丈夫です。はい。よ、洋さんの後に。ついていきました。で。りょうさんの。後に。誰か。ついてきましたか。はい。はい。りょうさんの後に。鳥。が。二つ。 Uh, にに鳥が2羽ついてきました行きましたこの絵ではあの誰もついてきませんでしたでもこのあとねうさんとう子さんが通りましたでこの鳥がピチ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 チ,ピチ,チピわー なんだなんだ。ついて行こうってついて行きました？うーん。鳥じゃありませんね。ここに猫がいますね。猫ですですか？これは猫ですね。ちょっと犬に見える猫です。<laughs> そうだね。 ちょっと犬に見えるけど。うん、犬に見えるけど。猫です。はい。猫が。ああ。で、あくびをしていました。眠いなあ、暇だなあ。ああ。そうしたら。猫があくびをしていたら。女の人と。男の人が。走ってきました。 なん,だ <laughs> なんか楽しいことがあるのかな分かんないね。んんなんだななだと猫がえー、っと暇だった暇だったけど二人が走ってきたから猫は起きましたそして猫はピョン りょうさんの後に、りさんの後についていきました。猫は。どうして。りょうさんのあとについていきましたか。多分猫は。多分魚の匂いが。ありました。魚の匂いがしました。 しました。りょうさんから。魚の匂いがしましたか。いいえい,いえ。毎日魚。を食べている。洋子さん。から。魚の匂い。匂いがしました。うん。そうですね。洋子さんから。魚の匂いが。 ししました洋子さんは毎日魚を食べているから魚の匂いがしましまただからりょうさんも洋子さんの後ろをう子さんについて走りながら「あこの人 <laughs> いい匂いだなぁ」と。 思っていましたかんなんか魚の匂いがすると思っていましたかなんか魚の匂いがすると思っていました。ジョさんは猫じゃない。猫じゃないけど、ヨ子コさんの後ろについて、ヨ子コさんの後ろを走っているから、魚の匂いがしましたね。ししてきましたねはい

2人に気づいてそしたら「<ス>って「はっ魚の匂いがするよしついていこう!」魚の匂いがしてついていきました。<ス>えっとじゃあどんな猫が魚の匂いがするから。 りょうさんのあとについていきましたか犬に見えるねが魚かにおいがしたからりょうさんのあとについてきました。ついてきましたついていきましたついていきましたうんついていきました。 そうですね、えっと、犬に見える猫が魚の匂いがしたからヨウのあとについていきました。猫のあとにジャスティン・ミヤモトさんがついていきましたかジャスティン・ミヤモトさんついていきませんでした。ジャスティン・ミヤモトさんは交番でカップラーメンを食べていました。そうですね。うん。 大盤で上司い,ない上司いないから「よしラッキーカップラーメン食べよう」<laughs> そうですねあのジャスティン宮本さんは毎日毎日カップラーメンを10個ぐらい食べるんですよね、うんはい、だからもう暇があれば食べるあ今時間がある暇だよし食べよう ジャスティン宮本さんはついていきませんでした。洋子さんの後に誰がついていきましたか？洋子さんの後にりょうさんがついていきました。洋子さんの後にりょさんがついていきました。で、りょうさんの後に何がついていきましたか？ りょうさんのあとに犬見える猫がついていきました。うん。鳥に見える猫ですか犬に見える猫ですか犬に見える猫です。りょうさんのあとに犬に見える猫がついていきました。 猫は。女の人から。何の匂いがしたから。ついていきましたか。猫は女の人から。魚の匂いが。したから。ついていきました。じゃあ。りょうさんは。女の人から。 魚の匂いがしたからついていきましたかいえ、りょうさんは女の人から魚の匂いがしたからなんか魚の匂いすると思っていましたはい、<laughs> うん、<laughs> 女の人から魚の匂いがしたからあれ なんか魚の匂いがするぞ。なんだこれ？と思っていました。何をしているとき魚の匂いがしましたか？若く見える女の人についていているとき、魚の匂い、魚の匂いが しました若く見える女の人についてついて後ろを走っている時魚の匂いがしましたじゃあこのあとりょうさんはようこさんの家に行くんでしょうか 涼子さんの家に行ったらもう魚がたくさんあって涼さんは魚の匂いで「うわーやだ!」ってなるんでしょうかまた次回では今日はここまでですえっ、ー、と皆さん何か質問とかコメントがあったら是非書いてくださいあといいね とかサブスクライブまだの人はぜひお願いしますではまた次のビデオでお会いしましょうさようなら